絶対二股やな。そやな。なあなあ姉ちゃん、ちょっとあんたやどこ行くの。じゃあ行けへん。ええわ。なんでええとこあんねや、すぐそこやから。な、なんなで無視すんなやな。俺昔っからこの辺やから南買うやつ、ほんまええとこやから。いやマジであんたしつこいで。そやな。どうした話は一部始終聞かせてもうたぞ。ここは俺に任せて3人で茶でも飲んで仲直りしようやないか。あんたら来るやな。せやな。よっしゃ分かったベイビー、送っていこう。家どこや。綺麗に割り。うーん、ええとこ住んでるやん。ほんまほんま。桜の宮経由で送っていったろ。なんでホテル街通んのよ。せやな。俺な、運賃の飛行機見たことあんねん。関係ないやん。せやな。カラオケ行こう。カラオケ。あのホテルの。なんで。あんたら一緒やな。せやな。あのほな3人でな。竹内間違うたやろ。すいませんでした。何でもええね、何でもええね、何でもええね。どうですか、その緊張します、やっぱ歌ってる時は。あ、やっぱりね、うん、あのこういう場合はやっぱお前に聞いてへんやん。だよな、君の相方。いやいや、それね、普段芸人ですから、はい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 、なんかやっぱりいつもテンション高く持っててほしいんですよ、はいはい、で、なんぼ歌出したからって、歌番組出たからって上がるようなね、はい、そんな芋野郎には僕はね、なってほしくないんです。僕、最近歌番組で上がってる芸人見たような気がする。あんなやつおれへんやろ。いや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 、何や、なんかやたら謝ってる人見ましたけど。俺ヒットスタジオ見てな、お前情けなかったもん。もうめちゃめちゃ引きつってたもんな。アホ、お前ヒットスタジオやで。いや、わかりますけど。ヘイヘイは別に自分の庭やから、別に何もでもあれやけど。でも僕らにしてみたら、ほら、あの浜田兄さん、いや、また大暴れね。俺の中では、あのヒットスタジオやないか。どうやって小室さんの髪の毛引っ張り回すんだろう。やめや、そういうのを期待してたんですよ。全然あかんやろ、もうこいつハリセン話したら何もできへん。会社の先輩で誰が嫌いやん。は？ミュージックチャンプ。ヘイ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 、ミュージックチャンプ。まあ映画なんですもん。会社の先輩で誰が嫌いやねん。それ一人ずつ言うていこう。そうですよ。な、誰が嫌いやん。会社の先輩ですか。いえいえ。俺誰やろな。でも言ってないんですよね。何言ってんの。みんなエース諸先輩が。先輩の方にどつかれたこともある。あなたどうやろ。俺、いや唯一残ってるこの辺にもやもやした人間って。そうそう、あなたちゃんですよ。俺はっきり見たもんね。僕らが悪かったんですけど、しばきたじゃないですか。そうですよ、僕らのこと。あのしばきはせんやん。いやいや、完璧に見たって。僕らももちろん悪い。ダウンタウンさんが NGK の出番でコントをするから、うん、いや僕ら一緒に出してもうたんですよ、はい、僕と東野が。そうそうそう、4人でコントするときに、あ、1日目に僕が遅刻したんですよ。あ、とちったんや。とちったんですよ。ほんで、あったかなあと思って、すみませんでしたって言ったら、1日目は浜田さんも、あーって言って、松本さんも、おー、早来いよって言ったら。ほんで、2日目もやったよ。で、連続で、次の日もとしたんですよ。ほんで、その時に、うん、2人でタクシー乗って着いたら、もう、そのフロアですか、うん、阪神巨人さんとか、たくさんいてはるとこで、うん、もう、お前今何時や、戻んのじゃいって言って、並んでいる2人の、まず僕、腹、ボーンってなって、で、楽屋でバーって帰ったら、浜田さんがバーって入ってきて、うん、悪かったな、いろんな先輩の芸人もおるからな、うん、あっこで甘い顔したら、示しがつかんのや。やめにさー。溢れ出そうになる。やっけにさー。で、俺、抱き締めて。抱き締めて。抱き締めて。ケイが。ケイが。寝てるから抱きしめたんやなって。